キミンさんがみんなで仲良くしてるの好きだからさ、ずっと仲良くいてほしいな。他のリスナーさんとこはどんな感じなんやろ。え、わかんないね。どんな感じなんだろうね。ただ結構そのコメント欄に、なんというか、あれだよね。結構色がある。すごい、ホロメンに似てる。影響される。まあ、でも確かに影響されてるんだと思うよ。ゆきみもラミーちゃんに似てる。似てるでしょ。最近だってどんどんめんどくさくなってるじゃん。ラミーがめんどくさいのは重々承知やけどさ、最近ゆきみさんも十二分にめんどくさくなってんで。え、大丈夫、自覚ある。どんなとこが、あ、もうそんなとこだよ。俺ら美少女じゃん。え、顔の話じゃないよ。ごめん、酒臭かった。は。何それ、ラミーが臭いって言いたいの。ラミー酒臭くないんだが。どう。うじゃないよ。はぁ、何それ、何うって。うじゃないわ。おろろろろろろ。何入ってんだよ。プレスケアとファブリーズない。失礼だな。はぁ、プレスケアとファブリーズない。はぁ、同棲中の彼女がさ、息ふーってしたらさ、なになに、手元に、はい、これ、ファブリーズと、ブレスケアとか、カイナネンとかでお金渡してくんの、ひどくないそれ。はぁ、優しくないよ。もっとそういう女の子に言うときはさ、もっとまろやかに包んでいいなよ。当然の対応。青年には近づかないで。未成年だっておるやろが。はぁ、ラミーに似るってことは、ラミーがめんどくさくなければみんなはめんどくさくないってことでしょ。ラミーは今後はめんどくさい女をやめるわ。逆に君らの言うさ、ゆきみさんの言うさ、めんどくさくないって、誰がじゃめんどくさくないの。芸能人でもいいしさ、みんなの理想のなんかこうアニメキャラとかでもいいからさ、シシロン。はぁ、同期出してくんのなしやろ。は、乙女の気持ち踏みにじんなや。ダメやろ、一番近い、そういうなんか人物出してくんのなしやろ。シシロン、シシロン。はぁ、あ、もう、よくない。そういうのよくないよ。あ、みんなしてシシロン。はもういいわ。あ、もう、僕はがっかりだよ。俺。俺は面白い。